だからくん、なに、とりあえず砂掘って、砂、砂、砂掘って、まあ、別に砂じゃなくてもいいけど、えい、はい、え、なんかエンチャントがついてる、あ、なんかいいね、光り輝いてる砂が、なんか1秒ごとになんかスニーク速度上昇、効率強化、幸運、中性、高速装填、めちゃくちゃ、ダメージ軽減、爆発耐性、飛び道具耐性、ダメージ増加、なんだこれは、ということで1秒ごとにアイテムにランダムなエンチャントがつく世界でエンドラ討伐対決なんだって、ということでね、もうその名の通りです。今回まあ、ツールとかにももちろんエンチャントがつくので、そちらをこううまいこと活用してエンドラの卵どっちが先に取れるかっていつもの勝負にしようと思うんですけど、あの普通にツール以外のアイテムにもつくんで楽しんでもらってって感じで、やばい、最強の砂が出来上がってくる今でもその砂はもうハンデとしてあげるよ、ウタ君に。やったということで、じゃあもう早速いきますよ。はい、3スタート、スタート。俺が321の3でスタートしたことに関してはもう何も突っ込まないんやね。あ、3ってその3だね。あ、そう、あの別にチレって言ったわけじゃない。あ、チレじゃない、あ、チレ、そっちじゃない、ナルトのチレの方だと思った。あ、待って、これさエンチャント別々につくから、これスタックできない、これスタックできない、これちょっと待って、これ結構、ああ、これだる、いや結構だるいな、これな、結構だるいな、結構だるいな、これ結構だるいっすね、これ。一旦とりあえずピッケルを作った、さあなんかピッケルになんかついてくれ。俺のピッケルがどんどん育ってる、火属性ついたピッケルに。お、強いね、強いのか。あ、待って、わかんないけど、あ、機能に効率強化ついてる。いた、お前、なめんな。やばい、追ってきてる、やばい、砂持って追ってきてる、まずい、あの砂は最強だ、おい、あの砂は最強だって、待って、やばい、殺される砂に。追いつけなきゃいいや。あ、待って、これ、あ、シルクタッチついてるから石が普通に石として取れちゃう。え、これ待って、これでピッケル作れなくね、作れる、作れないと思う。え、確か、え、ボケなすじゃん。積んでるこれ、弊害、シルクタッチつく前に、シルクタッチつく前に掘るしかない。オッケー、石のツル作れたよ。え、待って、お前この世界で石ツル作れるとかマジマジ。つうかさ、これさ、いや、あ、まあでもそうか、いや、なんかこう、うん、はい、適当な装備にもうなんか最強のエンチャントつけてもなんかそれでいいのではないかと思ったけど、いや、一旦そうも言ってられないか。ネザー要塞とかは行かなきゃいけないからさ。そうだね。うん。待って、エンダーマンいるな。ちょっとあいつ買っとくか。ああ。どうせなら、ドロップ増加たくさんついてるやつ。確かに。なんか、機能のにめっちゃ、機能のめっちゃ強くなってる。いつの間にか。あ、やば。あ、俺の砂もめっちゃ強くなってる。いつの間にか。やば、これ。やば、俺の機能、あ、待って、痛い、ちょ、やば、死ぬ。待って、死ぬ。待って、これ死んだら消滅の呪いついてるからやばい、全部消えるぞ、全部消える。めちゃくちゃ敵ノックバックするんだけど、あとエンダーマンどっか消えたわ。あー、めちゃくちゃバカデカ洞窟あっち消えた。さ、ねえ、そこ俺が来てるとこなんですけど。知らない、パクるなや。知らない。ちょっとこの最強の砂のニエになってもらおう。知らない、ノックバックついてるからコンビ行くぞ。いや、そうなんだよ。おーい、パルティの方飛ばしよう。なんでやねん。あー、もうダメだ、シルクタッチついちゃったから、もうこのピッケルは使えない。あれ、木のピッケルで別って掘れたっけ。木のピッケルでは掘れない。あー、掘れねえわ。ちょっと待ってよ、ちょっとダメだよ、もう石が溢れすぎてて、やばいやばい、これ石ピッケルがめちゃくちゃ速い。いいな、石ピッケルであのポコポコできる、ポコポコマジで。ポコポコやりたい、ポコポコできるよこれ。あ、これあれだわ、なんか丸石とかなんか取りたいものあるときさ、拾うのをまとめての方が絶対いいわ。せやな、そうするとかさばらない。え、なんでこんななんか緻密なことしなきゃいけない、こんなチートの世界で。したくないよ。え、ちょっと待って、俺この石ピッケルもうシルクタッチついたから、かまどとかが作れんの。そうだよ、お前シルクタッチついたら終わりだからね、この世界。やばいこれ、なめんな、いかにシルクタッチつけないかゲームだから、これ本当にそうだな、これ。よし、鉄鶴橋ゲッチ。いらないアイテムはマジで消して、あれだ、でもあとバケツとか欲しいから、鉄をもうちょっと集めないとな。でも鉄鉱石ってこれ焼けだっけ。え、どうだったろ、焼け、確かにどうだったかな。昔のマイクラは焼けたよね。昔のマイクラはこれだったけど、
どうだったかな、回収しなきゃいけなかったような気がするな。うせえん。待って、物が溢れすぎてて。やばい、これ、想像以上にこう、ちょっと難しいな。これむずいよ、これ。一回鉄鉱石の状態で焼けるのか試そう。頼むから焼けてほしい。あ、焼けた！焼けんのか。ってなったらちょっと、ハエトゴも防具作って育ててえな。せやん。防具育つから。鉄で十分だ。いや、間違いない。ちょっと丸石。丸石を作りたいだけなんだ。丸石難民がいる。これマジ丸石難民陥りがちだから、これ。ちょっとマジでこれ最初に集めておかないとな、丸石な。これマジかまどにちょっとしか入らないの、うざすぎる。チャリチャリチャリを。マジでアイテムをいかにまとめて持てるかだな。わあ、もう一個しか入れられないの、だるい、これ。マジで。マジでだるいわ。やばい、もうインベントリの取捨選択はむずい。とりあえずなんか鉄のなんか足とか作ってればなんかいいことあるだろう。足育てるわ、足。確かに。ボン。しゃあ。足さえあればな。もうこれ足にダメージ軽減100とかついて、それでなんか全部やろう。それだけで別になんかいけそうな。それだけでエンドラ倒す。足で守るし足で殺す。たまりが欲しいな。ちょっとここの地形がちょっとキモすぎ。もう歌なんだよな、この地形。この地形歌だわ。氷渡りついてるから凍っちゃった、水が。おい、俺の水。おい、だるすぎる。よし、活動を開始するぜ。やばい、別に進捗ない今のところ俺。でもちょっとなんかここキモいから地上で探すか。地上のたまりある、そんな簡単に。あるね、信じれば。階段掘りで上上がろう。これもう普通にポコ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 行くから、ポコポコだからもうこれいけるわ。上がるのも早いな。やっぱブラマイスメーカーして、これブラマイでなんかたまに見つかるんじゃね。あー、確かに。はい、商標取りました。お前はやるな。おおおお、ちょちょ、いや、エンダーマンとかいっぱいいる。よーし、エンダーパールを。エンダーパール6個わこれがドロップ増加の力や。やっぴー、比較的でかそうな洞窟に到達。お、でもその洞窟はお前のこと好きじゃないよ。そんな洞窟のこと好きだなんて一言も言ってないからいいよ。あっ、あまりを見つけました。おーい、もう歌くんにも要塞の特定まで全部任せてもいいかな。全然場所教えないけど。なんで？なんで？俺のこと嫌いなのね。対決だよ。俺のこと嫌いなの。あ、嫌い嫌い嫌い。なかなか面と向かって人に嫌いって言われることないから、なんかいいわ。いいわ。うん。キモコツ。うわ、ホットスタッフだってキメ。よし。それだけあれば十分でしょう。結局エンドラ討伐はいかに溜まってるかみたいなところありますからね。あ、それはそう。いかにこう溜まってるかと、要塞あるかと、エンダーマンいるかと。ちげえねえ。行くぞ、皆さん。ちょっと。さらなる深み。おい。おい。なに。目の前にネザー要塞。ちょっと待ってください。ああ。これは。くれよ、もうクリーパーに爆破されてしまった。ちょっと氷あたりとかだよみたいな。さ、溶岩あたりとかないんですか。確かに俺のブレイズロッドは任せた。なんでお前の分まで集めなきゃいけない。助け合い。いや、勝負だ。いや、バディってそういうことやん。勝負。ヘイバディ。勝負。俺勝負とかちょっと嫌ったからな。あ、じゃあ今から協力する。協力か対決か、常に俺のなんか気分で決められることにいせん。いや、ダメ。いや、ダメ。なんでそんなわがままがまかり通ると思いで。甘やかされて育ったんじゃない、幼少期に。うわ、モンスターだ、モンスター。モンスターとか言うな、人のこと。お、ありました。ブレイズ、ブレイズスポナーがありました。うぜー。うわー、もう一気に10本落ちたぜ。ちょっ
ったー。あーこれ買っちゃったか。ちょっとちょ買っちゃったかこれ。全然溜まってないよ本当に。今回は俺の勝ちと。それで勝っていいんすか。うん、嬉しいんすか。僕がずっと溜まりなくてずっと洞窟をさまよってる絵で。でもさ、逆の立場だったら君は喜ぶよ。そりゃね。じゃあ人間って得てしてそうでしょ。ああ俺もそうだから。俺もに待って待って、トゲの鎧でブレイズ死んだんだけど強すぎる。てかさ、俺さ、これネザーでさ、この歪んだ森探そうと思ってたんだけどさ、はい、別に地上に1体いりゃいいからさ。ようやくダイヤが、ダイヤじゃない溜まりがありました。感動の瞬間です。ありがとうございます。ありがとうございます。くそ、見つけられたか。ここから巻き返すの結構むずいよ。よし、ちょっと私は帰還します。あたしゃマルコちゃんみたいな口癖やな。あたしゃ帰るよさあ、ネザーゲートができました。おそらくこれミスってないんで大丈夫だよね。ミスってろ。2×2とかにしてろ。よーし、ついた、ちゃんと。なんでだが、ちょっとその前に一応装備をフルで揃えておきたいという気持ちがある。なるほど。僕まだ装備もあれしてないんですよね。バカにすんなよ。エンダーマンいてー。なんか全然これなんか壊れてる。これなんか壊れてる感じしないから。これなんかエンチャでバグってないよね。バグってんじゃない。なんかこう1秒ごとにエンチャントつくから、あれだ、そのなんかエンチャントついたタイミングでリセットされてる説。あ、やいやい、黒曜石掘れないでやんの。え、嘘。最初に行った方がいいんじゃない。え、嘘。要塞。もう分かった、もう歌くんがそこまで言うならネザー行ってやるよ。仕方ねえな。あ、まだ行ってなかったのか。うん、これで、まあ、なんか俺と同じとこ出て、真裏。あ、え？あ、要塞にそうした。ブタ君。あ、エンダーマンいました。え、なんか、いつの間にかブレイズ死んだね。これ、あれ？上の鎧的な。あ、14個ゲット。よし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 、ブタ君。なんか、これ、意外といい勝負ですよ、これ。いい勝負になってきたな、これ、なんかな。あ、下に入りました。お疲れ。いや、これあれです、ポータル全然見つからないで30分です。これそれはまあありえる。正直全然あるからね。やばい、水中呼吸ついてるせいで。ごめんなさい、もうそこで見つかりました。ちょさすがになんか、お疲れさすがになんかこうさ、さすがになんかいい勝負にしたいみたいな、そういうなんかないね。全然ない。お前はもうエンターテイナーとしてダメだ。お前は、まあ、変な要塞だなこれ。変な要塞。ああ、なんか洞窟と同居してる。シェアしてんだ。うん、あ、見つけました。ちょっと早ないね。見つけましたよ。早ないか。アルティ、お疲れ。よし、じゃあ止めちゃおっかな。うわ、待って待ってポイじゃないよ。ボーンボーン開いた。うわー、なんか音聞こえた。ボーンっていっちゃおー。ねえ、いや、ちょっと一回なんか漫談してから行こうよ。え、エピソードトーク一回話して受け取ってから行こう。うん、いや、そんな余裕はないあるだろ。あ、エンダードラゴン5回長こっちやな。これでワンパンできちゃうか。どうだろうな。そこら辺のエンダーマン片っ端から持ってこう。あ、下降りた。これってあれ、壊すまで降りてこないんだっけ、エンダーマン、エンダードラゴンって。あれ、なんか穴開いてる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 わ。あ、なんか穴開いてる。あ、これ同じとこだ、これ。同じとこだ。結局いい勝負になるのか。ただあのゲートの場所が見つからないとな。やばい、水バケツが氷渡りで氷になっちゃった。よーしよしよし、なんか手間取ってる。よし、そろそろだよ。ずっと同じとこぐるぐるしてる。ちょっと待って、そろそろ全部壊れるよ。攻めていきたいって。待って、お前は
遅すぎた。待て、全部壊れました。意外とエンダーマンがタフとかなんかそういうオチ。それはまあありえる。意外と降りてこい。全然ない。降りてこい、降りてこい。どこで見つけ、降りてきました。殴るぜ。え、半分削れた一気に。待って今回は俺の勝ちみたいだね。待って今回は俺の勝ちみたいだね。待ちいいや待てよ。しょ、まあまあ、いまだにエンドに来てないやつすを待つ気にはない。ちょ待てよ、雲の巣引っかかってんだよ。ちょ待てよ、倒します。ハルティ、いや今回は諦めな。一旦待とう。諦めろ、一旦待とう。マジでどー、いやこれまだ卵取るまでだから。これみんなね、まだこう諦めちゃうね。これ諦めちゃうです。これあります、まだこれまだあります。これまだありつつ、これまだあるっす。卵、これまだあるっす。これまだあるっす。回収、これまだあるっす。しばーあーああ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 あゲートどこだし。ああ天道にも来ないって。マジか。いやお前ゲート塞いだろお前。知らない。ゲート塞いだだろ。言いがかりで、言いがかり言ってるわこいつ、マジで言ってますよみんな。こいつ俺が開拓したところにあやかってねえ、エンドまで見つけたのに来られないって。これ板くんがこれなんかもう言ってますよ絶対これ。まあこれちょっと差が出ましたね、マイクラ力の。スペクテーターでもないわ、ここない。板くんがこれ壊したわ絶対。いや壊せないですけどね。壊した。ちなみにあの最初から持ってる砂でこう、あーあったな、あったわ。え、どこ、ここ開いてる、ゲート。同じとこ、え、開いてる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 。あー、じゃあ同じだ。到達。うわ、もう全てが終わった後に来たこいつ。観光です、跡地。いやー